火事の匠。今回訪れたのは風と太陽の場所、ベランダです。ベランダではタオルの収穫が最盛期を迎えています。今回ご紹介する匠はこの方、タオル取り込み師、豊田健人さん。やっぱこの日光をたくさん吸わせてるんで、あの青臭さがないんですよね、うちのタオルは。まあ成り行きですけどね。でも今は生きがいすら感じてます。まあ歯車ですかね。まあこれないと人生回らないんで。そう語ってくれた豊田さんの表情は柔軟剤のように柔らかでした。家事の匠、来週はフライパンを高速で洗うおばあさん、山内とめさんです。またお会いしましょう。その心がマジじゃない、なんかモノマネ面白いことしてますみたいな風にやらんといてほしい。農家さんを言った心に言って、キャベツ農家、キャベツ作って40年、これが私の人生みたいな、パッと出た言葉が歯車やったみたいな感じにしてほしいわけ。言われた通りやってるじゃん。それができてないねん。お前のそれ感じ方次第だから。で、俺がやってんねん。人に感じてるのがいいやから。